みんなの誕生日プレゼントとかそういうプレゼント系の選び方問題。いつもさ、なあ、りゅうちゃんにしかプレゼント持ってこへんやんか。なんなん？氷結は？差し入れ、氷結。あ、そういうこと？うん。ふいちダイエット器具くれたで。ちゃうよ、ふいちさ、うちに来るときの差し入れがさ、もしかして、だいたいりゅうちゃんやん。心満喫の中で幽霊つけちゃってる。いや、差し入れというか、ほら、たまたまお家にあったものをあげてるんで。いや、だってさ、ユニバに来た時もさ、漫画全巻、鬼滅。あれはタンプレス、ほら。あれタンプレなんだ、あれは誕生日プレゼントです。じゃあ、タンプレ期待してこい。俺推しやからさ。うん。任してください。大丈夫それ。りゅうちゃん推し、大丈夫。おい、大丈夫。ゆうちゃん推し終わっとるで。やめろ。こら、その言い方やめろ。引退します。こら、引退もするな。りゅうちゃん推しの人ちゃうよ、何やったら何の話やった結束しよう。何の話やった、何なの話してほしいのか分かんない。常備とかのプレゼントの選び方、選び方、決め方。うん、迷わん。うん、まあまあ迷う。耳で迷わんよね。私なんかスパッと決めて、耳でパッと決めれるよね。まあ比較的そうやな。人によらん、相手によるってこと。うん、だから俺正直大人とか同級生とかは悩まん。あ、ちゃうで。そうだ、私はこれにこれをあげるって決めたらそれをあげるねんけど、それの種類はめっちゃ悩むで。どれにするかはめっちゃ悩む。マグカップだったらこんなデザインがいいかなとか。そうそう、それはめっちゃ悩む。一緒なんやな、そこは一緒。最初の何あげるかにしようかなとかはもうすぐ決める。あ、そうなんや。うん、じゃあさ、例えばやで、うん、ふいちが明日誕生日ってなったらふいちには何あげる？ふいち？例えばうちは、うちはおるやん、うちは。なんで？え？ゆうちゃんって書いてある。暑そうやから。いや撮ってるって意味じゃないですか。こんな方って一番痩せてるのにな。ほんま3人だったら完全に一番痩せてるのにな、男の中で一番高身長やのに、暑そうやからうちはあげる。デブは半袖やもん。でもプレゼントはほんまに迷う。ほんまや、迷うな。いや本当に一番、じゃあこの家族の中で、まあ、今おる家の中で迷うのは誰なの？漬け。心が迷う。ママ迷う。漬けが迷う。え、ママ、このメンバーで言ったら漬け。このメンバーで言ったら耳ねえ。いやマジ、ノントは込みでも心。俺光が迷う。いやだってちょこちょこさ渡しちゃうねん。ハロウィンとかもそうやけどさ、うん、まあ、耳ねえにって思ってちょこちょこ買っちゃうから、うん、いざ誕生日とかだったらお前めっちゃ迷う。一緒やで。なんか もうあげ尽くしたよお前に。いや何も持ってるよ。耳ねえがくれた分しかつけてない。めっちゃちゃうで。でもな、この人な、私お揃いで買ったらピアスほらないねん。何違う分つけとる。お前一緒やんな。一緒やで。ほんと違う、なくしてないの。あんねんあれ。これプレゼントどんな風にやるかっていうと分かんない。そう風景感になっちゃうよ。本当に困るわ。次、漬けが迷うかな。うん、漬けは迷う。甘岐阜で行けたから、遠かったからいいけど。遠かったし、ちょうどね、プレミアム。この人、好みがさ、もうなんか。わからんやろ、そうやねん。だから去年は、あれ大阪行った時に靴屋さん行ったやろ。そう。あの時に選んで、選んだんか、とわが。耳ねえ家連合プレゼントもらったわけ。連合っていう形になってるよね。連合軍。そう。いつから連合くんだ。トアがさ、トアと連合。トアがさ、一番楽やなと思う。じゃあ、何こっちから、何あげてもやろうし、向こうから来るのも、あ、靴やろうなっていう想像がつくやんか。何あげても喜ぶ。だけどね、値段が困る。いや、高校生そんな出すな、みたいな。ああ。もうちょっとなんか、なんだろう、本当に1000円、2000円ぐらいの範囲で、うん、あるじゃんっていう、俺は思った。いや、ありがたいし、今でもちゃんと愛用して履いてるけど。うん、俺ノントはあれだ。あれは連合軍やから、ね。まあ。右足左足でくれたからノントと。半額でってことでしょ。要は。そう、折半でな。ああ。見て。トアから左、ノンから右みたいな。実は耳ねえから靴紐だったりするかもしれない。300円ぐらい。なあ、黄色。黄色塗る？ズキさんオレンジ塗るからオレンジいいとこあげといてよ。早塗って。オレンジ塗ってんねんけど私。なんなの？あ、漬けのプレゼントは俺は分かりやすい。今その欲しそうなものとかが分かるやん。ああ、うん、俺それはりゅうちゃんに言って、いやこれ買おうか悩んでんだよねっていう機械類の話をよくするから。
あ、こういうこと悩んでんやろなとか。かゆいとこプレゼント。そうそうそう。だからゲームが好きからゲーム機器の周辺機器とかやったら、絶対喜ぶもんはあるやん。うん、分かってるからな。いやだけど本当に子供だよ。本当大人はある程度正直そんなにって思うものでも、うん、ありがとうって受け取ってくれて使うじゃん、うん、ある程度、うん。子供は受けがあるからね。そう、子供はマジで面白くなかったもん。もう心だって存在忘れたもんね、もらったもの。だってこれ、早く塗ってよ。これを奈々葉の誕生日プレゼントにくれたやつやで。これもうだって何月よ最初ちょっとここら辺2人で塗ったの、うん、ね。それで次の日ママとこ、そしたら新しく出てきたわ。そう、まだでもこうやって使ってくれたら。じゃあね、視聴者さんが塗り絵いっぱい来れるんやもんな。心とかはだって思い出しもせずどこに行ったか分からへん状態でさ、うん、だから私は服しかあげへん。うん、それナイス。だから服しかあげへんから、うん、私は心から聞くから、うん、何が欲しいってサンタさんに次頼むもんとかも聞いとうから。うん、もうだってさ、おもちゃとかももう一通りさ回ってるやん。回ってる。じゃあでも面白いのがノンとかミミネとか心を服プレゼントしてくれるやんか。かなりのオーバーサイズよね。そうやね。もうちょっと大きくならなあかんかなみたいな。うんま、うん、大きめ変えようかな。でもないんで今心のサイズが、うん、微妙だと。そう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 、ワンサイズ下だと小さいし、大きいと大きいし。ななはさ、この秋冬さ、ロンティ1枚しか持ってないねんか、うん、買わなあかんねんけど、どこのブランドで買おうかなと思って、うん、ブランドというかメーカー、うん、もうショットとかは卒業させた方がいいや、うん、そらな。でも学校に着ていくわけじゃないし、体操服やし、うん、ロデオ安いしな、うん、あれでブリーズとか、ブリーあー何それ、聞いたことない。あれ、あ、いつも私買いよる、あれやシーブリーズって呼ぶやん。何それ。あの、私が最終面接で社長に落とされた歌詞ですね。子供ってなかったんだ。大丈夫、この人マック落ちてるから。せやねん、マック落ちるのあれ。マック落ちてん。マック落ちる、よっぽどじゃない。制服入らなさそうだったからじゃない。ズボン折れません。これパンツ行くなみたいな。他ほぼ風でロデを探してみるわ。通ってんけどな。うん、どこで。公式ショップがある。ある。うん、あ、ネットで買うの。さすがにベビドアもあかんなと思って。ベビドアはやめようか。うん、お揃いできんしな、心が。うん、ね、心の服ばっかりあんねん、ないの。ナノマンの服はちょうだい、クリスマスプレゼントに、うん、あげるあげる。ドアがお下がりが、トアのお下がり、今着れるっていうのもおかしいんやけど、うん、トアのお下がりが大好きなんや。あ、嘘やん、今なわざとやろ。じゃあだから届かへんねんやん。ちょうだい。ちょっと早く塗って。塗ったよ、ほら。そうだった。今のはわざとじゃないから、ね、わざとやろ。いや、マジでわざとじゃないねんやろ。でもさ、昨日笑ったで。何？カヌー乗ったんや、うん、誰も動画撮ってないよ。普通にカヌーの順番待っとっ、んそれだよ。あれあれあれ、違う違う違うよ、そういう誰も動画撮ってないタイミングで、普通に順番待ち待っとったやん、うん、そしたら普通に歩いてきた小6ぐらいの男の子、カヌーの棒持って、あのカヌー乗り場のとこ行きよんねんけど、うん、棒が思いっきり私にガーンって言って、その男の子振り返りもせずに去っていったわけや、うん、親見てないよ、うん、ナナハの棒は絶対に持とうと思って。どういうそういう時、バーンって当たりました。周り見てんねん。違う違う違う、ぶつけたおばさん怖いなと思ったから、ちょっと無理だったんかもしれない。いや、金髪っつって。振り返りも何もせず。じゃあぶつけられたらどうする。いたっていう。いや、私は。ああ、子供に。そう。私は痛いと言う。言う。私言う。子供なんで言う。なんて言う。いたっていう。大げさに言うけど、当たったよっていうのはアピールするな。ママ、ズケさん塗らへん。ズケさんの、だってそういうの気づかへんかってさ、気づかへん。それでもスタッフ歩いてくやん、うん、っていう時は止める。止めへんそこはもうするの。ただ痛いよっていう。まあ、それ気をつけなよって言ってあげたら痛かったよ。もうな、当たる、バーン当たるやんってなるやん、うん、その時にもう周りからの同情の目な。何も言えないよね。誰も動画撮ってないしさ。そりゃしゃあないわな。で、人見知りやからさ、余計言われへん。誰が人見知りや。止めようと思っても、もう、なんとか言い、ほんま。
誰が人見知りや。私めっちゃ人見知りやで。人見知りやで、知らんかった、うん、動画回って外に置いてみ、もう子犬みたいだからもう誰が子犬ほらほら帰るよって首猫使って帰らない。もう切るで、もう切るで